はい、スナップエンドクノサヤの畝に来ました。今年はね、なんかね、こんな感じで結構ね、サヤが大きいです。で、いつもだったらなんていうのかな、こんなに大きくなっちゃうとすぐに種が入ってゴツゴツしちゃっても、なんていうのかな、中身がグリーンピースみたいになっちゃって、今年はね、こんな大きさになっても、実が太って来づらいです。これがね、熟して茶色くなって種として私たちは取るんですけども、もうこうなってきちゃうとね、グリーンピースみたいな味かな。ポクポクしてます。美味しいですよ。なので自家用で食べるとすれば問題ないんですけど、キヌサヤとして売るのはどうかなっていう感じですね。で、もうね、最盛期が過ぎてきました。っていうのもね、見ていただけると分かるんですけど、葉っぱがね、こう黄化してきました。もうこれね、そろそろおしまいですよっていう合図ですね。なので、種取りのことをちょっと考え始めました。で、普段だったら種取りのね、株を決めるんですけども、今年はそんな感じでね、全体にね、いいんですよ。こんな大きい実がなって優秀なんでね、どこからでも取っていいかなっていう感じなので、ちょっとね、雨降ったりして収穫の時期を逸しちゃって、あ、豆になってきちゃったなっていうのは、のこのまま残して種取りにしていこうかなと思います。で、逆にまだね、こういうペラペラのね、状態のもの、こういうのはね、収穫して出荷っていうことでね、今年はちょっと異例な感じなんですけど、種取りの株を決めないで全体で取っていこうかなっていうふうに思ってます。はい、スナップエンドウの畝に来ました。ね、こんな感じでね、このくらい太ってる方が甘くって美味しいです。おっとと、硬くないんですね、これね。逆にね、このくらいの方が美味しい。で、もう一つね、今年の豆の特徴は背がそんなに高くならなかったっていうことですね。私とね、ちょっと比べてみるとあれなんですけど、結構ちっちゃいんですよ。毎年ね、このくらいになってるんですけど、今年はちっちゃい。で、実のつきが多い。で、キヌサヤに関しては一つの実が大きい。で、スナップエンドウに関しては実のつく数が一つの木に対して多い、そんな感じです。で、味の特徴はなんかね、いまいちだったかな、正直。もっとね、甘いはずなんだけど、なんかね、味が乗らないで終わっちゃったかなっていう感じですね、正直ね。これね、後でまた収穫入ろうかと思います。スナップエンドウ、キヌサヤ、すっかり枯れてしまいましたね。それではここから種を取っていきたいと思います。こう触ってみてね、柔らかい感じだとまだ乾燥が足りないんですけれども、もう豆の方は成熟してますので、かびることに気をつけて家に持ち帰って乾燥しても大丈夫です。中の様子はこんな感じですね。よく鞘の方がカビちゃってるんですけども、これ種取りしちゃって大丈夫ですかって聞かれることがあるんですけども、鞘がカビていても中の種がね、カビてないんですね。しっかりね、鞘に守られて、種がね、できていますね。豆の種寿命は1年なんです。だから来年まく分だけ種を取っておくようにしています。採取が終わったら片付けになります。植物は下から上に登って成長していきますので、その逆を考えて片付けるようにすると楽ですね。なので下から引っ張ると簡単にネットから外れていきます。そして今回は白菜の株から種を取っているんですけども、株の中はね、交雑がしやすいので、もうこれは交雑している株の中の種になります。
まいてもね、白菜じゃないのが出てきますね。で、この交雑してしまったアブラナ科の種はどういうふうに使うのかって言いますと、緑肥として通路にまいていく予定です。アブラナ科は根っこのところで糖分を作って出すんですね。それが植物の成長の栄養になったりですとか、微生物の栄養になるので、とても土の環境も良くなるし、お野菜もよく育っていくようになります。緑肥としてまくのであれば、交雑している種でも十分です。採取の仕方は簡単です。こうやってしごいてあげると、さやごとなんですけれども取れるんですね。さやはね、パリパリしてますので、もんであげるとさやと種が分離します。そうなった状態のものを風の力でさやの殻だけ飛ばしてしまうと、綺麗に種が残ります。風の力で選別をする、風船っていう作業になります。白菜が終わった横にネットが4本張られています。こちらはね、手前の2本が落花生、奥が黒豆を巻いています。落花生は30センチ間隔で2粒ずつ植えています。発芽率が素晴らしく良くて、ほぼ 100% ぐらいですね。落花生と黒豆も種寿命が1年ですので、去年取ったものを今年ね、巻くようにしています。黒豆の方は30センチ地取りで二重巻きしています。大豆とか黒豆なんかは密植が好きなんですね。そしたらね、今度はキャベツの収穫が終わってますので、片付けを行っていきます。ここはこの後休ませる予定でいますので、あんまり急がないんですけれども、これから梅雨も来ますし、できる時にできる作業をどんどん進めていきます。そうするとね、また後が楽ですよね。最後までご視聴ありがとうございました。